この動画では引き継ぎ声優さんがすごいということで、先代の声優さんの凄さはもちろん、役を引き継がれる際のエピソードも交えてご紹介していきたいと思います。まずはこのキャラクター、ちびまる子ちゃんのお姉ちゃんこと桜咲子。しっかり者でまる子と違ってクールな性格。西城秀樹の大ファンとしてもおなじみ。そんなお姉ちゃんを1990年以来、ずっと演じてこられたのが声優の水谷優子さん。水谷優子さんといえばお姉ちゃんの他にも、ディズニーのミニーマウスの日本語吹き替えを担当されていたことで知られるほか、アニメブラックジャックのピノコ役でもおなじみでした。しかし残念ながら2016年乳がんのため51歳という若さでこの世を去られ、水谷さんの持ち役であったお姉ちゃんは声優の豊島真知子さんが引き継がれることに。豊島真知子さんといえば NHK の動物番組ダーウィンが来たのナレーションを担当されていることでもおなじみの声優さんです。ということで水谷優子さんが演じ形作られてきたお姉ちゃんというキャラクターを引き継がれた豊島真知子さん演じるお姉ちゃんとお二人の演技をここでは続けて聞いてみたいと思います。でも今日中に済ませとけば明日はゆっくり遊べるよ。宿題やってんじゃないの？あんたは全く宿題やるか漫画見るかどっちかにしなさいよ。いいって何が？そうかな、大人はいろいろあるんじゃないの？それはまあとにかくいろいろよ。もちろん頼んであるわよ。スズランのネックレスとホワイトチョコレート。あんたの机の上、散らかってるから木彫りの熊なんて置いたら、ますますごちゃごちゃになるんじゃないの？そうね。札幌の時計台とか、雪祭りとか、ロマンチックな湖とか、札幌ラーメンなんか有名よね。歓迎したくても向こうが来ないんだから仕方ないじゃない。ねえ、履かないの？もったいない。はい、ということで、やはり水谷優子さん長らく演じてこられたこともあり、そのお声に安心感を覚える、そんな視聴者の方も多いことから、豊島真知子さんは演じるにあたってはどう演じようかと迷い、同じくサザエさんで3代目のカツオを演じられている富永美奈さんや、クレヨンしんちゃんでしんのすけ役を引き継いだ小林由美子さんに相談したといいます。すると役を引き継がれた方は皆が皆、2代目声優ならではの葛藤を抱えているんだということが分かり、ならば自身の葛藤も当然のものだ。葛藤があっても悪いことじゃないんだと葛藤を受け入れ、葛藤に押しつぶされることなく自身が思うお姉ちゃんを演じることができたと豊島真知子さんそう語られています。現在ではお姉ちゃんは家族の中ではあくまで娘であり子供であるといった考えから遠慮があるのは良くないと大先輩も多いキャスト陣全員とハグを交わし、桜家の長女としてのびのびやるぜといった気持ちで演じられているといいます。続いてのキャラクターはこちら。クレヨンしんちゃんの野原ひろしを1992年の放送開始当初より2016年まで演じてこられたのが総声優の藤原啓治さん。藤原啓治さんといえば、鋼の錬金術師のマース・ヒューズや、アイアンマンのトニー・スターク、銀魂の服部善三、ハンター×ハンターのレオリオといったキャラクターでもおなじみ。そんな藤原さんは2016年病気療養による休業を発表。2017年には活動再開を発表するも、ひろし役への復帰は果たされず、2020年の4月12日、帰らぬ人となりました。これにより、2016年より、代役としてヒロシを演じられていた声優、森川俊之さんが正式な2代目に。森川俊之さんといえば、名探偵コナンの羽田秀吉や、ジョジョの木田義景、鬼滅の刃では親方様こと、産屋敷かがやを演じられていることでもおなじみ。そんな森川さん、ヒロシ役について、視聴者に違和感を与えずに藤原が築き上げてきたものを演じていきたいと、インタビューではそう語られています。ここではそんなお二人が演じるヒロシを今一度聞いてみたいと思います。空模様が怪しいから降るかもな。嫌だよ、寒いのに。自分で作れ、自分で。おい、リモコンは？俺は北国秋田の生まれだからな。こんなの寒さのうちに入らねえや。そもそも、寒い寒いと思うから余計寒くなるんだ。しのすけ、こういう時は体を動かすんだ。いや、あんまり寒いから運動を。おお、汗が出てきた。なんなんだ、どうした？そうか、おばさんの無駄話に付き合ってきたのも無駄じゃなかったな。いやー、今回は土瓶蒸しにしないか？蒸しじゃないよ。松茸を土瓶に入れて蒸すの。だって、松茸料理といえば一番代表的なのは土瓶蒸しだろう。それではこれより第1回野原家松茸会議を始めます。その話嘘くさいな。でもなあ、ご飯がメインってのは寂しくないか？ヒロシ役に抜擢された頃の藤原啓治さんは当時27歳。声優としてのキャリアは2年目であり、当時は悩みながら演じることも多かったといいます。試行錯誤を繰り返しながら演じ続けられたヒロシについて、藤原さんは後年このように語られました。憧れとしてはヒロシになりたいんですよね。家族を守ることも人類を守ることもヒーローの根底は一緒な気がします。サラリーマンでああ見えてヒロシも身近な一人のヒーローなのだなと。そしてそんな藤原啓治さんから森川しかいないから頼むぞといった旨の手紙をもらったと森川さん明かされ、今でもその手紙は仕事場の机に入れられているんだそう。森川さん曰く自分としてのヒロシの傍らに藤原のヒロシもいて、二人で演じている気持ちがあると言います。続いてのキャラクターはこちら。ワンピースのキザルことボルサリーノを演じられていたのは声優の石塚雲尚さん。第398話から751話までを担当されました。石塚雲尚さんといえば他にも、ポケモンシリーズにおけるオーキド博士や、ジョジョの老年期におけるジョセフ・ジョースターを演じられたことでもおなじみ。石塚雲尚さん2018年に逝去され、第881話より声優の沖合良太郎さんが役を引き継がれています。沖合良太郎さんは、テニスの王子様の手塚国光や、名探偵コナンの沖谷昴、スラムダンクの三井久志、地獄先生ヌーベイのヌエノメイスケ、そしてワンピースでは各役でおなじみの声優さんです。それではお二人の演じるキザルを続けて聞いてみましょう。こりゃあ、ちょっとやりすぎたね。ひどいね。こちら、ボルサリーノ。いや、それが連絡取れなくてね、君に。バーソロミュクマ。これだから、海賊は信用ならねえよ。海軍大将一人止めといてまだ欲張られちゃ、わしの達成がない。勝手に盛り上がられちゃ困るんだがね。途中で投げ出すわけにもいかんでしょう。おー、暇だからね。もう少し付き合うよ。お気をつけなすって、ひよっこの諸君。わしが出るからね。ここまでの長い航海、ご苦労だったね。はい、ということでいかがでしょうか。その違和感のなさには多くの視聴者から、キザルがキザルのままなの凄すぎるといったコメントや、声優変わったの全然気づかなかった。色気が漏れ出てる。沖合さんのキザルって感じでこれまた好きといった好感触の反応。沖合さんが受け継いでくれてよかったといった声で溢れ返りました。続いてのキャラクターはこちら。ドラえもんのスネ夫を長らく演じてこられたのがそう、肝付兼太さん。肝付兼太さんといえばこの他にもアンパンマンのホラーマンや銀河鉄道999の車掌といったキャラクターでもおなじみ。そんな肝付さんがドラえもんにてスネ夫を演じられ始めたのは1979年のこと。ちなみにテレビ朝日放送版以前に放送されたテレビアニメ第1作となる1973年の日本テレビ放送版では八代俊さんが初代スネ夫を担当されており、この時肝付さんは初代ジャイアンを演じられていました。なお日テレ版ドラえもんはわずか半年で終了しており、ビデオや DVD などのメディア収録は一切されていません。この第1作目については原作者である藤子 F 不二雄さんもその内容を全く気に入らず、原作とは似て非なるものだとおっしゃられたという逸話が残されています。以降第2作となるドラえもんで、肝付さん1979年から2005年に至るまで長きにわたりスネ夫役を好演されましたが、1985年喉の手術による入院を余儀なくされ、この間代役を立てられたことがありました。その際代役を務めたのが声優の田蔦直樹さん。田蔦直樹さんといえばドラゴンボールシリーズのウーロン、星のカービィのエスカルゴン、ワンピースのカポネベッチといったキャラクターでおなじみ。田蔦直樹さんは1985年11月15日から12月6日放送分においてスネ夫の代役を務められています。そして2005年ドラえもんの声優陣が一新。この時よりスネ夫役を務められているのがそう、関智一さん。関智一さんといえばサイコパスの鴻上信也やベイトシリーズのギルガメッシュ、機動武闘伝 G ガンダムのドモンカッシュ、妖怪ウォッチのウィスパーといった人気キャラクターの数々でおなじみ。そんな関さんは肝付さんとは声優交代以前から共演される機会も多く、お互いに親しい間柄で、肝付さんもまた自身の役を引き継いだ関さんに対し、彼はすごいと思いますよと番組で語られたこともありました。というわけで今回は肝付さん演じるスネ夫、そして代役を務められた竜田直樹さん演じるスネ夫、そして現在の関智一さん演じるスネ夫と続けて聞いてみたいと思います。僕は知らないぞ。のび太の責任なんだから、お前一人で探せよな。いや、嫌なこと言わないでよ。分かったよ、手伝うよ。先生、こんなになっちゃって、先生のダミ声がもう一度聞きたい。なんだよ、静香ちゃんにかっこいいこと言ったくせに。僕は断然スポーツカーのデザイナーです。これからの未来の車を僕がデザインするんだ。うん、なれるよ、静香ちゃんなら、きっとなれる。そうかな。二人とも夢が実現するよ。頑張ろうね。21世紀か。どんな未来が来るんだろう。ねえ、ジャイアンの番。勝てないもんだから。あ、いいお天気。僕は常々思うよ。ジャイアンほど強くてかっこいい男はいないってね。いや、男の中の男、世界一位なら、二人がかりでやろうか。僕知らないよ。のび太の責任だからのび太一人で捕まえろよ。脅かすなよ。ちょっとちびっちゃったじゃないの。はい、ということでいかがでしょうか。2016年に肝付さんが逝去された際には関智一さん、このように言葉を残されています。尊敬する先輩が旅立たれました。役を継がせていただいたあの時、温かい言葉で背中を押してくださいました。以前拝見したマイク前のあの背中、僕には間違いなく無邪気な子供のそれに見えました。以来憧れの背中に指先だけでも触れられるよう大きな目標になっています。肝付さんお疲れ様でした。以上、今回はここまで。代役引き継ぎ声優さんについて特集するこのシリーズ、今回で4回目ということで、ぜひぜひ過去の動画もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。